じゃあ6の方、非構造値6の方、ちょっと行ってみましょうか。九条、なんでも、陣奥、九条陣や。九条陣奥。九条。あ、この辺の、ちょっと下らへん。ここ飛べばいいか。まあなんかやればそんなわからんことはないかなくらいの感じの内容ではあるよね。なんかこの原神ってさ、難しいやつとそうじゃないやつの差が本当に激しいよね。絶対一人じゃ無理だろみたいなやつもあれば、誰がやってもいけるよねみたいなのもあるから。なんとも言えんよな。どこよ。ここは敵はおらんのか。あれ、どちらかというと下方面なのかな。ここの下がメインなのかな？魚取りやすい。方面。ちょっとあれだな、上里さんで移動すると分かりにくいね。ついでにお野菜がもらえるのはありがたいな。固まってるね。36。まあ言うてこの辺までか。この中にあることあんのかな。あったら面倒いね。ちょっと一回この縁を。なんだけどな。なんかこの一番低いところだけにありそうだけどな。中とかあったら本当だるいな。これ最後じゃろ。
あともう一個分くらいか。お、反応しとる。来た。問題はないと。ここは、これなんだっけ？これ何のマークだっけ？あれ。あれなんだっけな。多分これ関係ないよね。電位交差。これ関係ないよね。関係ないと思うけど、一応やっとこうか。これの恩恵をあやかなんと意味ないよね。なんで残ってたんだろう。クリアしてんのにね、まあ、こんな感じだったらしい。これ6ね、今のが。特別な印がある写真、これってこの状態で分かればもう次いけんのかな。多分こことその次のやつ行けば、明日だろうね。明日も行けるようになるんだもんね。分かる人には分かりそうだけどね、これね。まあ、こんな感じだったようです。あんで、ちょっと待って、イベント焦点。原石100個もらっとこう。どうしようかな。こっちからもらおうかな。誰か武器上げ中だったような。上げてんのか。今からこの和風のこれを育てようとしてるところかな。あとこれが足りんのか。これは連部引きをいかんといけんのにな。連部引きよっか。樹脂53あるからいけるっちゃいけるのか。まあこんな感じだったらしいわ。